Hoi! Arvo! Zipse kai pirkt!待たせてしまったな。祈っておりました。道中気をつけよ。 忘れません。行け、達者でな。 Yeah.
待たせてしまったな。猛虎に殺されるかと思いましたよ。奴ら、御作様の鎧を探しとりました。鍵をお譲りしましょう。あなたにこそふさわしい。御作の鎧、必ずや守ってみせよう。いつか穏やかな旅に出ようか。Tsushima が猛虎に乗っ取られたとしても、仏を拝んでもいいそうだ。本当か？お坊様たち。役立つものばかりです。また来よう。どうかお気をつけください。矢筒を新しくいたしませんか。うまく使わせてもらいましょう。あなたのご武運を願っています。
Saint Wen Han! I'll live! Tina! Tina! ようです。安全なところへ抜かれてないぞ。 待たせてしまったな。 動くな。 村の恩人だ。鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。五作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと？もちろん。
鍵は差し上げますので確かめてみられては。行くぞ。邪魔だ、ドール。
何かのお役に立ててください。 一番手は誰だ？
社外様、さあこちらへ。五作の伝承を語りましょう。五作、聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓もののふの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって族は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。族の打ちかかりて来たるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、族の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる族は後ずさり、夜めきなどすれば、御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる族を切り捨てる。その後は族を見る者なし。後の年、御作死して裏の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く、御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするをとぶらうと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られるといいます。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。だが他の僧がおらぬ。
けばかりか。またエルクタル光る瞬間に。先日座禅を組んでいたら若い狐が隣に座っていたことがあります。賢いゆえお主の人柄に惹かれたのであろう。話しかけると何か言いたげに立ち上がってついていくと神社にたどり着きました。あの時の感動は言葉では言い表せません。かような時でも光をお与えくださるのだな。クロード様は水原の猛虎を成敗している。走れ走れ。
水に隠れし命かな。昔の遺憾、今は虚しき。社会人、行け、バッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。人たちの軟弱者め、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。
さらば、浪人。見ましたか？落ち着け。お主の名は？シノでございます。シノ、して何を見た？川の子、カッパです。妖怪の？確かか？かつて父に聞かされた通りでした。川に住み、地面に爪痕を残し。殺されずに済んだのか？父が追い払い、私は隠れていたので。すると水が跳ねて叫び声が。父親を探してみよう。家におれ。水辺に寄るでないぞ。気をつけください、カッパ。のはず。こぼれている。急いでおったようだ。食い散らかしてやれ。よほど腹が減っていたのか。このあと人か獣のものか。川に続いておる。跡が続いておる。切り口はむごいが、鋭利だ。太刀で切られたか。犯人の足跡があるはず。見つけた。この方角か。この匂い、焼けた魚だ。
落とす。盗みも働いておるはずだ。やはりな、小石だ。シノの父親のものだろう。シノに渡さねば。父さんは手遅れであった。カッパの仕業です。カッパではない、賊だ。いえ、こんなひどいこと人には。追い込まれれば化け物になるのが人というもの。行く当てはあるのか。赤島におばがおります。これは父親のものか。はい。どうもありがとうございます。さようなら。すぐに立ちます。
Oi, who do you think you're hard? I go. What is Barry? Beach man. Don't cut him. やつを殺せ！